にちは、ホタルグサです。今日はディップフラワーでヒペリカムですね。以前も作ったことがあったんですが、もう少しね簡単に作ろうかなと思いまして、26番グリーンワイヤー、ちょっと太めのね、グリーンのワイヤーです。4等分くらいに、していきます。1本ね、まあ、30センチちょっとあるんですが、それを4等分して、で揃えて先端部分をね少しギュッと、平やっとこなどで曲げていただいて、キュッキュッとこんな形ですね。危なくないようにという感じです。あとは手芸用の、樹脂粘土ですね。今回ホワイトを使っています。でこちらを、少し取り出していただいて、まあ、だいたい大豆ちょっとよりも大きいぐらいですかね。で木工用接着剤を少し、ワイヤーにつけてから、丸にして、通すといった感じですね。であとは形を整えていきます。少しね、てっぺんの部分細くて下を、ふっくらと、で今ですね定規でやっていますが、カッターとかね、あとヘラとかで、3箇所こう少しくぼみをねつけてあげるとより本物っぽくねなるかなと思います。こんな感じで形を整えていきますと、ハサミとかねもう少しねヘラを買ってくればよかったんですけどね、粘土用のねヘラとか子供用のねところにあるかなと思うので、そういったものでね筋をつけて形を整えます。28番のグリーンワイヤーで9ミリのゲージスティックのところで額を作っていきます。空いたね、2回で、あとはね1回くらいで、まあそんなにね真ん中の穴大きくなくていいので、1回か2回くらいで、で、5回分ですね、5つ輪っかを作って、1つ目の輪っかを引っ掛けるようにしてねじって止めます。はい、でねじってたら、長さね揃えてカットしておきます。で真ん中使うので、丸やっとこなどでしっかり広げてから、あとはね先端少しま尖っているというほどではないかなと、まあ、一応尖らせておきましょうか。額なんでね、平やっとこでキュッとつまんでから広げていきます。結構ね思いっきり今回の額は広げてしまっていいかなと思います。なんなら隣とねくっついてしまってもまあ問題ないかなと。でもうこの段階でね少し下向きにこんな感じでね、カーブをくっつけて今回はディップしていこうかなと思います。はい、で26番グリーンワイヤーですね、5cm のゲージパイプ、結構大きいゲージパイプなんですが、こちらで1つ輪っかを作っていただいて葉っぱを作っていきます。葉っぱは2枚でだいたい1組という感じなんで、それで、倍数倍数で作っていただければいいのかなと思います。で少しね、まあ、フリル入れつつ、根元のところはちょっとハートっぽいようなね細長い葉っぱの形で、で片方長い方のワイヤーでブリッジをかけていきます。先端で一旦折り曲げてくるっと引っ掛けて、上に上げてあげるという感じですかね。でこの余分なワイヤーはカットしてしまいます。はい、あとは形を整えて葉っぱですね。今回はホットピンクにスノーホワイトを混ぜて作った調合液ですね、こちらに通していきます。色はね他にも薄いピンクとか、あるのでお好みの色でねいいかなと思います。今回はかぶせ付けを真面目にやりました。こんな感じですね、別ワイヤーで枠を作って通すと。で葉っぱとか、額はですねリーフグリーンで、ディップしていきます。でこんな感じでね、まあ、ちょんとつけてひっくり返して、そのままね、液を垂らしてメラミンスポンジに立てて乾燥させていきます。葉っぱもね、まあ、ちょっと大きいので容器傾けたりとかして、なんとかねディップしてみてください。ちょっとね液量が少ないので、傾けてディップしてます。はい、でそしたらですね先に、額に目打ちで穴を開けて通してしまいます。でこれをねじって止めます。ずれないようにねちょっと持って、ねじって止めて、でこれであとは形を整えたら、またちょっとね2本ワイヤーあるので長さ揃えておきましょうか。でこれでストレンスナーをねつけていきます。葉っぱも忘れずにねストレンスナーつけてあげてください。で乾燥させるとよりね実とこの、額がねしっかりくっつくかなと思いまして、でちょっと巻きづらいんですけれどもフラワーテープ巻いていきます。ちょっと、ね、根元のところ、
こうカーブしているので巻きにくいかなとは思うんですが、巻いたら18番を茎として利用していきます。この辺の長さはねお好みで、使う目的に、もうこれだけでね普通にリースとかに飾っても可愛いかなとは思うんですが、2、3本をねちょっとまとめてこんな感じでね、18番のワイヤーを軸としてこう茎として使って、留めます。あとは3本くらいですかね、まとめてこう巻きつつ、少しね位置ずらして、本体の茎と、くっつけていきます。この辺はちょっとね、まあ、もこっといくつかつけてあげればいいかなと思います。こんな感じですかね、2個くらいとか3個くらいで、ペアにしてちょっとずつつけていって、で葉っぱはね、このすぐ下のところですね、実の、ところにいくつかつけていくっていう感じで、まあ、2枚、最低でもあれば、まあ、4枚とかあるとねもう少し、本物っぽいかなと思うんですが、まあ、とりあえず今回はね2枚くらいつけていきましょう。ギリギリのところですね、でフラワーテープでそのまま巻いてしまいます。はい、でこれでねヒペリカムのピックがねできます。まあもうちょっとね別に使う用事があったんで今回は一輪挿しで、完成となります。ここまでご視聴ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。